アレーショイコールプラティニメンガは、アンゴラ出身で、ドイツ国籍の陸上競技選手。専門は短距離走。200メートルの自己ベストは、ドイツ歴代3位の20秒27。2015年世界リレー男子4200メートル、リレーの銅メダリストである。2012年6月9日、オリンピックドイツ予選の男子200メートルで20秒33をマーク。これは、 トビアス・ウンガー、フランク・エンメルマンに次ぐドイツ歴代3位の高記録で27日から開幕するヨーロッパ選手権のメダル獲得も期待されたが練習中に人体を断裂してしまい手術をして残りのシーズンを棒に振った2015年5月世界リレーに出場すると男子400メートルリレーは一走を務め39秒 40をマークしての8位入賞に貢献した。男子4200メートルリレーでは3走を務め、予選で1分21秒46のドイツ記録を樹立。決勝は1分22秒65と予選よりタイムを落としたものの、ジャマイカ、フランスに次ぐ3位に入り、同メダル獲得に貢献した。オリンピックと世界選手権も含め、世界大会のリレー種目における、 ドイツ男子勢のメダル獲得は、1993年、シュトットガルト世界選手権の4400メートルリレーで、銅メダルを獲得して、以来、22年ぶりだった。2015年8月、北京世界選手権の男子400メートルリレーで、アンカーを務めると、決勝では、ドイツ記録に迫る38秒15をマークして5位に入ったが、ゴール後に2位のアメリカが、オーバーゾーンで失格となり、 ドイツの順位は4位に繰り上がった。3位のカナダとは0秒02差で、この種目におけるドイツ勢初のメダルを惜しくも逃した。2016年5月14日、クレアモントで開催された大会の男子200メートルで20秒27の自己ベストをマーク。4年ぶりに自己ベストを0秒06更新し、20秒2台に突入した。2016年7月29日、 マンハイムで開催された大会の男子100メートルで10秒15をマークし、自己ベストを2年ぶりに0秒04更新した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。